一枚よ、もう The End よ、ほんと、グーパイよ。ほんと、ねえ。よ、ほんと、何今の竜巻飛んだみたいな、ほんと。ねえ。切り替えは早いのよ、気持ちが早いの。昨日好きだったのに今日嫌いなのよ。ねえ。そう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 。いや、それで、終わってね。で、終わったんだけど、なんかね、1ヶ月ぐらいするじゃない？ 2 ヶ月経って。もしもしっていうの、彼からね、その前の彼氏から、もしもしどうしたのって。今から遊ばないっていうの、って、遊ばないみたいな。そうそうね。遊ばないってどういうこと？私たち終わったでしょ、関係って。ね、終わったし、もう、言ったらあんた振ったやんって、私を。あんた私を振ってるから、だって遊びましょうっておかしくないって言って、ほんと。もう遊びませんよ、みたいな、ほんと。そうそう、ほんと。あなた自分から振っといてよく言うわ、みたいな、ほんと。そうそうそう。どういうこと？みたいな、ほんと。ねえ、おかしくない？って言って、ほんと。そうそうそう。散々私をそうやって振り回しといて、みたいな。いや、ごめんだけど、もうちょっと私たち終わってるからさ、みたいな。あ、そっか。わかった。じゃあね。っていう感じよ。ほんと。おいおい、ちょ、ほんと。ちょ、待って。みたいな、ほんと。ねえ、そうよ。早くない？って。ほんと。じゃあ、早くない？って。猿の早くない？って。ほんと。そうよ。ねえ。ちょっとは、みたいな。ねえ。いや、ちょっとなんかこう、ねえ。ちょっとはなんかこう、駆け引きしましょうよ、みたいな。ねえ、ちょっと駆け引きしない？って思うでしょ、ほんと。ねえ。去っていくのよ、ほんと。ねえ。でもそういう風な経験をしてるからね、ちょっと B 型コンプレックスなんですよ。そういうのがね、もういっぱいあったの、皆さん、ほんと、もういっぱいあったの、ほんと。そう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 。ねえ、いや、もうほんと、もう彼氏そういうの多かったの、皆さん、もうほんと3人も、そうよ、ほんと、3人ともそういう風な終わり方してるわけよ、皆さん、もう、ダメ。もうね、友達はいいけど、友達はいいけど付き合いません。もうほんと、そう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 。何が、彼氏いるだけでお黙り、ほんと。たる父ババアが、ほんと。あんたはいいんだよ、ほんと。自分のおっぱいあげてるや、ほんと。リンパで、ほんと。リンパマッサージしろや、ほんと。ほんと。そう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 。さあ、料理しよう。そうそう、ね、うるさいわね。ね、うるさいわね。ほんと。さあ、料理よ。皆さん、切り替えましょう。ほんと。ね、切り替えて、ちょっと今日は料理しましょう。今日はね、久しぶりのモスバーガーをね、もう2年、3年ぶりぐらいかな。もう多分、もうモスバーガーを作った配信見てる人は、もう多分この世にはいないと思うのよね、きっと。もうね。だから今日やろうかな、みたいなね。ほんと。もうね、そうそうそう、多分見てる人いないと思うのよね、きっと。もうね、だいぶ前だからモスバーガー作ったのね。ね、初めて作りましたっていう風に言ってもさあ、そうなんだっていう風にね、多分そのなると思うのよ、きっと。だからちょっとね、今日はモスバーガーを作りますね。ちょっとどこ行ったっけ、ちょ待ってください。どこ行った、携帯電話どこ行ったっけ。あったあった、携帯電話ね。あった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 あ。
あとね、皆さん、私ね、今日歯医者行ったのよ。歯医者ね、私、歯医者行ったのよ。歯医者、歯医者で、歯医者行ったんだけど、私ね、歯周病でした。歯周病でした。本当。実は、口から血が出てくるじゃん。前からほら、口から血が出てくるのよ、みたいなこと言ったでしょ、皆さんに。口からね、血が出てくるのよ、みたいな言って話をしてたでしょ。あれ、そう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 。ね、実は、そうそう、今日ね、検査したの、いっぱいね、久しぶりに検査したんだけど、皆さん、その歯周病でした、私。やばくない？ほんと、歯がボロボロになるらしいよ。やったー、なんなの？じゃあ歯磨いてるんだけど、なんで？やっぱ糖尿病もやっぱ関係あるみたいね。じゃなくてね、やっぱ糖尿も関係するみたいやっぱね。そうそうそう、でしょ皆さん。そう、糖尿関係あるのって言ってた。そうそう、やっぱね、歯周病になると糖尿病も悪化するんだって皆さん。一緒にね、悪化するんだって。そうそう、だから歯周病治せば、糖尿の数値も治るっていう風になんかね、なんかこう、そうなの？セットみたいね、セット、糖尿とね、それセットみたい。入れ歯になる。まあでも今治療すれば良くなるって言ってますよ、先生は。ちゃんと歯医者にまた通えばまたね、大丈夫だって言われたよ、だって。そう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 、ねえ、大丈夫大丈夫よ。いしょ、じゃあ行きましょう、料理するから。いや、磨き方が悪いわけじゃなくて、多分糖尿病でしょう、だから。そうそうそうね、でしょう、きっと。ほんと、いやーね、あ、皆さんもうほんと、やだやだ、もう、よいしょよいしょ。私映ってる？映ってないじゃない、ちょっと。映ってないの、ほんと。 OK、 映ってる。こんにちは、よいしょ、ようこそね、私のお料理へ。1時間でできるかな、1時間20分でできるか、まあ、大丈夫だよね、ね、ほんと。ようこそいらっしゃいました。よいしょ、よいしょ。何、クリーニング月に1回行った方がいい。だからちゃちゃ、もうね、私の場合は歯がボロボロだから直しましょう、だって。で、なんかね、歯を抜く、私やっぱね、歯を抜かないといけないかもしれない、この刃の部分。産んでるんだって皆さん、歯をね、切羽するんだって、切羽。そうそう、でもまあ上になんかぶせるらしいけどね、なんかわかんないけど、ブリッジになるのかわかんないけど。そうそうそう、やっぱね、言われた、同じこと言われた前と、前別のほら歯医者でもそうやって言われたのよ、なんか歯抜くって。いや、まあ、また変わっちゃうね、歯並び。ね、また歯並び。そうそう、また歯並び変わっちゃうね、私の歯並びね、皆さんね。そう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 。何？前歯の日々？あ、日々もね、どうしようかな、これ。前歯の日々もちょっとあれだね、直さないとこれいけないもんね。ほんと。ちょ、待って、もう料理するからね、みんないい、とりあえず、もう時間がないから。ね、時間がないからね、とりあえず。いいですか、モスバーガーを作っていきますよ。強制、いや、強制ね、どうなんだろう。強制いくらすんだろう。100万とかすんでしょ、強制ってね。あの、あれが嫌、あのワイヤーをつけるのが嫌、ワイヤー、わかる？ね、ワイヤー嫌だわ、ほんと。じゃあ皆さん、まず作っていきますよ。いいですか、お料理よ。そうそうそう、いい、あの、もう歯のことはおしまい。オッケー、もう歯は忘れて、ほんと。今日は料理だから、料理、料理ね、料理、ほんと、お料理です、お料理。
料理、お料理ね。ちょっとじゃあ皆さんいいですか、料理するわよ料理、ちょっとね料理していくわよ。とりあえずこれあの材料って言った方がいい、お材料、別にお材料別に言わなくてもいいでしょ、材料は言わなくていいだよ別にね。もちまろちゃんありがとう。モスのモスバーガーを作ります、こんにちは。ですね、まずはソースから作っていきましょうね。あ、バーガーありがとう。まずソースね、定番のやつ、ね。でまずはソースから、玉ねぎを1個をみじん切りにして半分は水にさらしておきましょうと。で半分は置いときましょうと。これなんでかわかんないんだけど、そうしましょうだって皆さんね。まずみじん切りにしていきますよ。みんないい？そう。モスチモスバーガー言ってんだろうよ、ほんと。クソバーガー。ほんと。話聞けや。ほんと。ねえ。なんか言いませんね。ほんと。そう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 。ねえ。ほんと。そう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 。ねえ。ほんと。ボケとるんか。ボケたふりしてるんか。ほんと。ねえ。そう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 。ごめんなさいね皆さん、ほんとほんと私もこう怒りたくないのよ、ほんとね、ほんとにそう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 、ね、ほんと怒りたくないのよ、ね、こちらそう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 、ほんとだよ、勝手にチーズトッピングしやがって、ほんとクソババ、ほんとね。あ、今日も食べたモスバーガー、なんかあのモスバーガーさ、私もあのたまに食べるけど、あれ美味しいわね、糖尿病、糖尿向けのあのハンバーガーあるのよ。やっぱその何があの糖尿病に原因があるかって、そのバンズでね、バンズ、なんていうの、パン、やっぱパンが一番やっぱその血糖値がやっぱ上がるから、そのパンをね皆さん、ね、そのグルテンフリーっていうの、皆さんだからこうね、糖質をものすごくこう血糖値上がらない、やっぱその糖質を抑えたあの小麦粉を使ったあるよね、ハンバーガーが、バンズがあるよね確か。そうそう、小麦粉アレルギーとかいるじゃん、そう小麦アレルギーの人とかのとか、そういうね糖尿の思ってる人のために作ったあのそのハンバーガーがあるのよ、モスバーガーにも。それ結構いいよね、あれ美味しいなと思う。野菜もたくさん入ってるやつ、野菜バーガーとかねあるのよそれ、あ、知らない、そういうの、これ2個でいいかな、そうそう結構ね美味しいよ、美味しい美味しいね、皆さんこれ2個でいいかな、もうそんないっぱいいらないもんね、どうせ捨てる羽目になるんだから、ほんとね、いっぱい作ったって。あーやだ皆さん、あれあなたたち、あれあなたは、あらららあらららららららあらららら、あらあらららら、あらららら、あたたた、よし、あたしね、お部屋のお掃除してたのよ、お部屋のお掃除ね皆さん、でお部屋のお掃除してたってたらね、これがあったの、わかる？これ実は、こちら、これね、アンジュちゃんっていうね、いるじゃん、お化け、ね、お化けの人ね、そうそう、今日私来たわよ今日もみたいなね、ね、私のこといつもお化けお化けって言って、私なんでお化けなの、お化けって私のことそうやって言うのよとか言っているんだけどね、すごいあの常連で毎日ね来てくれて、枠にね、ほんともう長いのよ、もうほんとね、そうそうね、いろんなライブにも来てくれたりとか、オフ会もリアトツもね、いろんなところにも足を運んでね来てくれるのよ、ほんと大阪にも来てくれるし、ね、名古屋にも来てくれるし、ほんと遠方ね、たくさんあちこちね来てくれてる、すごい面白いおばちゃんがいるんだけど、その方からもらいました、皆さんね、ブンブンチョッパーです、使いますね、助かるわ、よかった、もう出てきたのよね今日、ちょっとねお掃除してたらさ、あらと思ってね、これ使えるわと思ってね、ほんとそうなのよ、そう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 、よかったわ、助かったのよ皆さん、もうていうかね、みんな聞きたいことあるんだけどさ、
あの壊れたブンブンチョッパーはね、もしあのね、例えばそのやめとくわ。あれ燃えないの？あ、そうじゃ半分だから水置きして半分はまあ置いとくんだよね。あれ燃えるゴミなのかなと思って。燃えないよね、あれは。燃えない、燃えないゴミになるのかな。そう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 、燃えないゴミになるのか。じゃあそうそうそう、うんね、歯だけ燃えない、あとは何燃えるやつ。じゃあもう壊れちゃってね、ほんと皆さん。そうそう、うん、燃え、嘘、燃えないでしょ、燃えないでしょ。燃えるの？あ、これうまい。 OK、 優しくね、優しく、うん、優しくよ、うん、そう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 、またこれで壊れるんだからまたね。優しくね、うん、あ、燃えないゴミ、ほんと優しくね、優しく。 OK、 気持ちいい、やっぱ皆さん気持ちいいよ、やっぱ。そうそうそう、気持ちいいわよ、これすごいいい感じ。これいいね、同じやつ。これもうできましたよ、これ。もう大根おろしだ、大根おろし、ほんとね、大根おろしみたいになりましたよ。これでいいのよね、大根おろしぐらいの本だ。そう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 、ちょっとね、このぐらいの方がいいんですよ皆さん。いいでしょう、こちらね。雨にしみるわ、雨にしみる。そう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 ね、雨にしみる、うん、ね、これやっぱ新しいから、ほんとね。そう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 、うん、ジャパルッタカタ、今日の商品はこちらの玉ねぎをみじん切りするグッズですって言って、もうね、待って待って、ちょっと待って、危ない危ない危ない、ちょっと待って、これ大丈夫ね、オッケーオッケー。そうそうそう、うん、似てんじゃないのよ、ほんとね。えなんだあんた、ほんと、え、ババアって言ったからあんたあれでしょ、どうせね。ええ、そうそう、いや、髪やらって、よいしょ。あ、これ鼻の、これね、壊れた、これ。あ、これ やめよう、これあんま詰め込みすぎたらこれダメね、これ壊れる瞬間よ、これね、これ壊れる瞬間、またわかるのよ、壊れる瞬間って。もう大体ね、え、よくない、やっぱね、入れすぎたらよくないよね、これ。あのね、皆さん、私今日いっぱい探したんだけど、ミックスジュースじゃないわ、あるじゃん、ウィーンってドリンクとか、フルーツとかさ、ドリンクをさ、あのコッパみじんにするやつあるでしょ、スムージーにするやつあるでしょ、ミキサー、あれミキサーうちないのよ、いっぱいあったのに。いっぱいっていうか、ミキサーどこやったんだろう、これミキサー使いたいのよ、ミキサーね、皆さん。これミキサーなくてもできる方法ない？粉々にする方法ない？人参とかを潰したいのよ。無理だよね。うん？ミキサー、そう、洗うのめんどくさい、確かに。これも結構めんどくさい。あ、これは簡単かな。そうそうそう、うん、ね。え、どうしようね、なんかいい方法ない、ミキサーなくて、ドロドロにする方法ない。え、そうそうそうね、あ、ミキサーは大変なのかね、掃除するの。ちょ、 なんかない。じゃどうなの、これの方がいいのか。じゃあこれで何、粉々にした方がいいの、じゃん、やっぱり。ちょっとね、いや、全部ね、人参も全部ね、ぐちゃぐちゃにすんのよ。ドロドロにすんの。そうそう。これでいい？じゃあ。結構これ大変だよね、これ全部すんの。そうそうそう。ブンブンチョッパーで100回ぐらい回すの。めんどくさいな。でもそれしかないもんね、方法ね。ももこちゃんじゃない？これ場所知ってんの。多分ね、ももこちゃんが結構触ったのよ、ここら辺。桃子の可能性あんね、桃子。そうそうそうね、桃子かな、これ。そうそう、あの場所知ってんの、もしかして。え、あのミキサー、ミキサーの場所を知ってんのは絶対桃子かなみたいな。桃子ちゃんじゃない、この絶対。桃子に聞いてみようかな、桃子に。そう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 ね、
あったのよ、ハンドミキサーのやつ。やっぱそうでしょ。どうしよっかな。いや、ももこちゃん悪くないけど、場所知ってるかなって、あの私のそのね、ハンドミキサーの場所だ。半分玉ねぎ水つけますよ、皆さん。いい、半分水つけるね。そうそうそう、水つけて、これ放置する、放置。あ、やだ。あ、大丈夫ね、待って。玉ねぎ2個、人参2本、セロリ1本をミキサーにかけたいので、負荷をかけないためにざっくり切りましょう、だって。え、これみじん切りをつけるってこれ書いてるよ。みじん切りにして半分は水にさらしておきますってこれ書いてるから、多分そうだよね。そうそうそう。なんでこれ、だってこれ玉ねぎ1個をみじん切りにして半分は水にさらしますってこれ書いてんだよね。なんでだろう、わかんないけど。で、なんで半分置いとくんだろうね、普通に。意味がわかんない。そう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 、うん。ももこちゃんは、ま、ももこちゃんロムってると思うよ、この放送。うんね、ロムってると思うよ。見てるかもね、この放送。ちょっと、どうしよう、みんな困っちゃうわ。ハンドミキサーがないのよ。ももこに電話しようかしら。ももこちゃん、ハンドミキサー知らないみたいな。いや、私ね、いいわね、みたいな。ハンドミキサーって、ほら、知らないよ、ハンドミキサーだって。ほら、知らないよ、言ってないよね、そんなわかんないわよ、って言って。でしょ？うん。どうしようかな、ほんとじゃん。じゃあ、どうしようね。困ったわね。今日探したんだけど、ないのよ、ほんと。捨ててもないしね。ハンドミキサーは使うから捨てないんだよね、普段。普段からね。だって皆さん、私、ねえ、ブンブンにするの？ブンブン？いける？ブンブンで。あ、あー！わかった！私ちょっと今日冴えてるかもしれないわ。私。私冴えてるかもしれないわ、もしかして。うん、これさ、すればいいのよ。するやつあるじゃん、こうやってすりおろしみたいなやつ。だドロドロにすればいいんでしょ。だってこれペーストにすればいいんだよね。だからこうガラ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 ってすりおろしにすればいいんじゃないの。ババ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 ってさ、でしょ。だそういうことじゃないの。だって違う、これおろしでいけんじゃないの、これ。そうそうそう、おろしでね、えできるね、これでぐちゃぐちゃにすればいいんでしょ。だってでしょ、そうしましょうよ。だってね、あ、いや、そうだわ、皆さん、そうよ。とは言ってもちょ待って、それもないわね、ちょ待って、ちょ待って、それもそれもどっかにあるかしら、どこかしら、ちょ待って、それもどこにあるの一体。それも確か、ちょっと待って、ね、それも確かどっかに置いてあると思うのよ。でもそれがどこにあるかはちょっと私もね、わからないのよ。そうそうそう、どうしましょう。ねえ、どこ？パッパラッパ、パッパラッパ、パッパラッパ、パッパラッパよ。どうしましょう、ほんと。あ、待って、あれ、あれがいる、あれ。あ、あの皆さん、あれつけましょう、あれ。あれよ、あれ。あ、どこ行った、エプロン。ねえ、皆さん、エプロン知りません？エプロン。ひどんなエプロンあったわ、ひどんなエプロン。だよいしょ。こちらね。よいしょ。ね。よいしょ。よいしょ。ないねー。ないねー。もうすりおろしするわ。
あったあった、これでしょ、すりおろしは。また買えばいいわね。ね、ミキさん、でも5、6年前だかな。これでいいね。ね、これじゃないの、これは違うのか、これじゃないか、これ違う、よし、これは違うの、これは何一体、スライサー、これは違うの、どれよ、じゃあどれにするのよ、どこ、ないわよ、どこ行ったの、どこ行ったの、どこ、どこ行ったの、どこ、どこなの、何、何、どこ、どこなの、どこなの、出てきなさい、どこ行ったの、ないわよ、どこ行ったの、私の家族も私の友達もみんな私の元から去っていってしまったわ。まさかこんな目に遭うだなんて。どう、女優よちょっとどこへ行ったのさ、ほんと。あ、これ、これかな、あ、これ何よ、なんかあの、ぜ、あれ、これ違う、これなんか前、これアンジュちゃんとこにこれついてた、これなんだろう、これ、これいいんじゃない、これ、これちゃいます、これ、これちゃいます、これやわ、これやわ、よし、これやわ、うん、ね、これちゃいます、これよ、ね、これでしょ、違うの、おろし、おろしっていうか、そのなんつうの、このね、こうして、こうします、これでしょ、違うの、ほら見て、ほらね、でしょ、合ってるでしょ、地道な作業ね、これ本当、地道な作業ね、これ、ほらな、見える、ほら全然なんかダメじゃないの、これ、うん、全然いってないじゃん、これねえ、何この地道な作業ねえ、うわー、これ何よー、めんどくさい、これ、これめんどくさいわあ、これ千切りなの、これどうする、じゃあ、じゃあどうするの、私たちは一体。これすりおろしにする方法なんか知ってる人教えて、すりおろしにできる方法教えてください、募集していますよ、すりおろしにする方法を知ってる方はぜひよかったらご連絡お待ち申し上げております。こんなのかな、まさかね、ブンブンチョッパーで何もう回すしかないかも、こうなったら。そうしよっか、そうね、うん、そうしましょう。じゃあブンブンチョッパーでぶん回してね、もうあのボロボロにしましょう。
そう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 。ね。そうね。そうしましょう。わかったわ。ね。そうしましょう。ね。そうそう。分回しましょう。もうね。大丈夫よ、うん、そうそうそう大丈夫よえちょ今びっくりしたのよ本当そう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 大丈夫よ大丈夫大丈夫うん大丈夫大丈夫何見壊れたかと思ったおはようおはよう油断してるからよ本当ねえそうそうそう油断してるからよ、うん、本当ねうんこういうことがあるっていつもほら分かってないとわかるねちょっとんそうでしょ近所迷惑大丈夫よほんとんそんなのみんな知ってるわ私のことみんなねほんとこれいけるかなあいけるなしてたのよそうそうそうねえこれ目指していたの私、うん、これをやりたかったのよ私皆さんで実はそう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 、うん、ねえそうよだからこれ全部ねえ混ぜればいいのよね全部じゃあ次人参かわよ怖いわよ大丈夫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 よみんな大丈夫よ落ち着いて大丈夫よみんな大丈夫よ大丈夫よみんな落ち着いて大丈夫よ大丈夫よ大丈夫大丈夫大丈夫よみんな大丈夫よ落ち着いて大丈夫よ大丈夫大丈夫、ね、大丈夫よみんな落ち着いてちょうだい大丈夫よみんなね大丈夫もう大丈夫大丈夫よみんな大丈夫よ分かった、ね、大丈夫、ね、そうそうそう彼は本当は優しいのよ実は彼はああやってねたまに暴れたりするけど優しいのよ本当、うん、そう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 、うん、分かったよしょね、よし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 あいいんじゃないあいいんじゃないのいいんじゃないほらねほらびちゃびちゃでねよくこれめんどくさいわねこれ全部するってねこれでこうセロリねセロリよ、うん、ねセロリねねセロリ大嫌いあでもさでも私学校の給食のさセロリは好きだったんだけどねなんかあったじゃんスープかなんかなかったんあれ結構ね私食べられたんだよねほんとうんそう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 あ嫌いセロリねこれ全部食えんのセロリって硬いわねこれうんセロリなんか全部いけそうねオッケー
そう、スープにね入れてね。オッケー。なこれもね、この中でな、農薬ついてるのこのセロリって。ほなの、大丈夫大丈夫よね、大丈夫大丈夫、うん、ね、農薬ついても大丈夫よ、うん、ね、そうそうそう、あそうかな、ミネストローネか、この中入れてね、ゴイゴイっとね、ゴイゴイゴイっすよね、そうそうそう、あメガホンありがとうございます、ありがとうございます、よいしょよし、大丈夫よ、パンパンでも大丈夫、ゆっくりよ、ゆっくりするの危ないわよ。あらら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 らあらら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 らすごいわね、すごいわこれ。いや洗うの結構ねめんどくさくないよ、だってこの刃取れるものね、歯取れるから、もうもっとでもなんか欲しいわね、びちゃびちゃにこれね。もう時間ない、時間が時間ないよ、もうね、こんなみんなと遊んでる場合じゃないのよこれ、ほんとそう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 ね、ほんと皆さんもう時間ないじゃない、時間が、もう1時間切った、1時間が1時間切ったわよこれ、うん、これ早くしない、早くね、そう時間がない、時間が、時間がないよね、時間がない、今日は今日早く終わるよね、今日は早く終わっちゃうよ放送が、あ終わっちゃった、終わっちゃった、ほら終わっちゃったで、ほらあんた、ほらアイテム投げて、ほらよいしょ、さあアイテム投げてね、みんな復活したのよ、ひーちゃんは、みんなの好きなひーちゃんが復活したのよ、あ、いいね、ありがとう、あ、肉球ありがとう、あ、いたたたたたた、あ、いたた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 た、そうよ、みんな私の放送好きとか言ってね、ほんとねえ、あ、風船ありがとうございます、ねえ嘘つき、ほんと、どうせ私の配信が、あポテチちゃんありがとうございます、パパンパンパンパパパンパンパンパパパンパンパ、どやさどやさどやさ、ありがとうございます、あどうもありがとう、でこれをね、このドロドロにこれなったやつをこれこん中入れますね、こん中わかる、これね、こうやってこうわかるかね、ほらこんな感じになりましたね、パセリです、パセリね、パセリで人参もね潰すね、ドロドロにする、いい、みんなねドロドロにします、うん、ね、ドロドロにする、あセロリね、うん、ね、セロリね、そうそう、頑張ってみるよーよね、オッケー、よいしょ、次人参よ、人参を粉々にする時間よ、ね、ゆっくり優しく優しくね、壊れないよこれが、あんた
前の運動よ、右の運動、下の運動よ。これで腕の運動もできるの。そして速くする。ね、よいしょ、ほら、ね、すごいでしょ。人参もこのようにね、コッパみじんになりますよ。ね、すごいでしょ。これ、人参ももうこのありさまよ。わかった？みんな。ね、人参もこのようになりますよ。ね、このブームチョッパー、これもらいもんだからね。いくらかわからないの、うん。ね、そうそうそう。うん、ね。やめてね、知ってもね、ほんと、ね、値段かかないね、ほんと、うん、ね、ほんといやらしいから、オッケー、よし、優しくね、これちょ入れすぎよ、ね、危ない、入れすぎよ、入れすぎ、ね、入れすぎ、オッケー、入れすぎよ、入れすぎたのよ、入れすぎたのよ、ほんと、入れすぎたのよ、ね。ね、優しくね、優しく、もうこれ出来上がるの、これもういいかな、もうモスバーガーもいらないわ、もうね、モスなんかいらないよ、もうほんといらないよ、もうこんなのいち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 よ、ほんとね、え、ね、部屋も汚れるしよ、ほんとね、いらねえよ、もうえ、ね、ねえ、ほんと、無理だろ、もうねえ、あ、しびれちゃん、ありがとう、パパンパンパンパパパンパンパンパパパンパンパ、どやさ、どやっさ、ありがとうございます、ありがとう、よし、はいはい、人参ね、人参も出来上がりました。疲れるわ、ほんとね。で、人参が出来上がったら、皆さんね、トマト缶を1缶 100% の人参ジュースを 500ml、 先ほどの野菜ミキサーに入れますってこれ書いてるけど、これどうすればいいの、これなんかいい方法ない、これ皆さんね、ミキサーにかけろっつうのよ、ミキサーもないのに、どう溶かせばいいの、それ煮るか、煮る、これこうなったら、煮るしか無理じゃない、もうこれ煮立ち無理、ミキサーもないのに、これどうすんのよ、これじゃあチョッパーに分ける、あ、混ぜながら、そうするかも、そんな手間で、それでいいの、皆さん、これほんとね、それでいいの、これじゃあね、みんな、じゃあどうしたらいいのに、教えて、じゃあ簡単にこれ混ぜられる方教えて、これ。これチンするかね、チンどう、チン。聞いてる方の、化け物聞いてるじゃん、皆さん、ちょっと。はい、この放送終わりまーす。ね、もうこの放送終わりまーす。続きは TikTok でやりまーす。ほんと。もう、無視したから、私のね、ことを無視したから、もう。ダメ、もう。もうやらない。もう放送ね。もうほんと。ねえ。私のこと無視したかな。もうダメ。これ、だから、どう？これ皆さん。だから、この中にね、皆さん、これ、トマト缶と、トマト缶ね、なんかトマト缶。ね、トマト缶あるじゃない、あれ
トマト缶買ったんだけど、あ、トマト買ったわ。ねえ、トマト缶あるじゃん。トマト缶と、ねえ、もう全部入れちゃえもん、めんどくさいから。ねえ、トマト缶入れます。で、オレンジジュースね。オレンジジュース。うん。これ何 ?500ml? だから、ほぼ半分ぐらいね、これね。半分ぐらい。もっとかな?ねえ、まあいいや。そうそう。いや、これで混ぜるみたいね。そう、人参ジュースよ。人参ジュース。あ、わかんないけどいいんじゃない別に。大丈夫よ、大丈夫だよ。うるさいな、ほんと。あんたら、私の反応無視したからよ。ほんと。みんなが悪いのよ。連帯責任よ。ほんと。ほんとよ。何を言ってんのよ、ほんと。ねえ。助けなかったくせに。ほんと。そう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 。大丈夫、大丈夫、大丈夫。大丈夫、同じよ。同じ、大丈夫、大丈夫。そうそう。うん?ああ、いいんじゃない?いいんじゃないの?いいわよ、いいわよ。大丈夫、大丈夫よ。大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫。ね?これ何言った?大丈夫、大丈夫、大丈夫。ね?はいはいはい。次が何?あ、これいいんじゃない？見て、ほら、これでいいんじゃない？ほら、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 ほら。ねえ、見て、ほら。これでいいじゃん。とりあえずね。ほら、ねえ。はい、おしまい。で、次ね。みんないい？ちょっと。無視するからこうなるの。あなたたちがね。無視するとこういう風に進むんだよね。わかった？みんなが悪いの。次がね、サラダ油入れてひき肉 200g 炒めるわよ。みんないい？そうそうそう。ね。うん。わかった？そう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 。ね。うん。無視するとこういう風になっていく。どん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 ね。進んでいくんだよね、ほんと。ね。そうそう。で、次続きまして。ね。なんなのよ、火つきなさいよ。ほんと、火が。ほんとね、火つけねえな、ほんと。どこなの火つけんのは。火。火よ。火。ライターどこ？くっさいわね、ほんと。ねえ、ほんと。くっさいわね、ほんと。ほんと、お仏壇くさいわね、ほんと。よいしょ。さあ、次。じゃあ、行くよ、もう時間ないからね、もうほんと。ねえ。よいしょ。ねえ、ひき肉 200g 入れるわよ。200g よ。フライパンに油を敷いてね。みんないい？フライパンに油よ。ね。フライパンに油よ。油。油大事よ。油よ。で、強火にするわよ。で、ポイント。ハンバーグ、何が？あ、そっか、何これ、これひき肉ってこれ何で食べるの、これ何、これどういうこと。あ、そっか、だからミートソース 200g だ。そ、まずソースなんだよ。ほんとうるさいな、ソース、ソースやってるの今私は。ほんとねえ、ソースやってんのよ。わかんない、ソース作ってんの、ソースを。ほんとバカじゃない、ほんとね、ソースを作ってるよ、ソースを。ほんとねえ、なんで分かってないのよ。ほんとそう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 、ソースだよ。炒めるよ、炒めるよ。あつ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 、あーだだだ、油を売ってんだよ、ほんと、初見が。ほんと、黙ってな、初見は。ほんと、ねえ、でしゃばり、ほんと。みんなで潰すよ、ほんと、うるさいのは、ほんと。じゃあ次行くよ、よし。OK、ほんと。で、次ね、次。最初にみじん切りした、さらしてない方の残りの玉ねぎ入れます。OK、皆さん。ね、
今日どうしたのっていつもこうだが。ほんと。次よ。さらしていない方ね。だから水についてない方の玉ねぎ入れます。オッケー。これね、玉ねぎ入れます。よし。よし。はいはいはい。いいわね。いいわ、いいわよ。よし。オッケー。で、玉ねぎ入れて透明になるまで炒めます。シリコンのスパチュラを使うと楽です。別にいりません。で、野菜を投入して25分ぐらい弱火で煮ましょう。だって。25分も煮るの、どういうことこれ。はぁ ?25 分も煮るのこれ。嘘でしょ、煮すぎでしょ ?25 分もあなた。ね、25分煮るのこれ、あなた。トロトロにするために、あ、この、これをトロトロにするのか。で、この野菜ってこれ？これよね、さっきのこれでしょ？こちら。これを煮るの？全部。とんでもないわね。これ煮るのね？ほんと。これ鍋これちっちゃいわね。これだと。ね、レンチンしようかな。どう？皆さん、レンチンしようか。レンチンでやりましょう。レンチン。もう時間がないんでね。もうレンチンです。レンチン。これ、レンチでこうできるやつ。時短します。もうね、そんなこと言ってらんないからね、ほんと私は。わかる？もう時間の有り余ってる人はもう、やってくださいね。これ入れ、この中ぶち込みますよ。いい？この中ぶち込みます。うん。いいですか？そう、この中入れる。うん。ね、さっきのやつ。そう、時間のある方は、やってくださいね。もうほんと、暇な方はよかったらね。そう、暇な方はもう、思う存分ね、1時間でも2時間でも3時間でも4時間でもね、ね、やればいいと思いますよ。そうそうそうね。ほんと忙しい人はもう無理でしょ、そんなの。うんね、だこれね、チンします。チンね、チンコね、チンチンね。これチンチンをこれ何分にしようかな。チンチンをだから、そうね、まだ大体5分ぐらいにしようかな。5分ね、5分やりますよ。5分ね、そう、火が通るかな。5分チンチンね、5分チンチンよ。で、ね、次がパン粉ね、パン粉です。パン粉が小さじ、大さじ2杯。豆乳なし、牛乳よ。卵1個。炒めた玉ねぎを大さじ2杯ぐらいに。炒めた玉ねぎはどこなの？え？炒めた玉ねぎってどこにあるの？ああ、どこ？な、あったっけ？どれ？これかな？多分これだろうね。え？これ何？じゃあ。この水についた玉ねぎはこれかい？じゃあ。あ、臭みを取るためにこれかな？もしかして。そうかもね。ね。臭みを取るためにこれ、何？酸っぱいのを取るためにこれつけたのかな？もういいや、もうこれ使いましょう。もうこれ使います、もう。もう別に、いらないもんね。そうそうそう。これにしましょう、もうね。めんどくさいわ、もうこれよ。そう、辛味成分を抑えるためにこれやったと思う、思うのよ。かなーっていう感じ？そうかなーって。そうそう。辛味を取るためにこれやったのかなーっていう感じよね。ほんと。で、あなた、私のボール知りませんか？ボール。ボール。ボールどこ？ボール。ボール。ん？ボールどこ？ボール。え？ボールどこ？ボール。ボール、ボール。ボール、ボール。ね、ボール。ボールどこなのよ、一体。ボールどっか消えたわよ、あなた。ほんと。ボールどこやねん。ほんと。よし、もうこれでいいわ、もう。昨日、しゃぶしゃぶしたお鍋のやつよ。昨日、しゃぶしゃぶしたの、あたし。うん。よし。これにいいわ。よし。ねえ。よし。ねえ。そうそうそう。ああ、あのボールね。玉ねぎ入れます、玉ねぎね。オッケー、玉ねぎよ。ね、玉ねぎいくわよ、玉ねぎ。玉ねぎ入れるわよ、みんな。玉ねぎよ。ああ、なんか痛いわ。
痛い、皆さん痛いわ、指を切っちゃったわ、なんかどっかにぶつけちゃって、血がすごいわ、血がすごい出ちゃったわ。これは血すごい、これ何この血やばくない？ちょ重症よ重症。いや絆創膏あるけどね、救急車いる？これねえ、いる？救急車、これ私呼んだ方がいい？救急車、救急車いる？私いらない？救急車ほんと？大丈夫？呼ばなくて大丈夫？ほんと？うん、大丈夫ね。オッケー。もう痛いわ、皆さん、手が。ブンブン、ブンブンかな？まあでもまあ、まあ、大丈夫よね。指がつながってるから大丈夫ってことで。継続するわ、みんな。私は負けないわよ。私はそんなことで運命をね。これ玉ねぎそんないっぱいいらねえな。玉ねぎ。ねえ。ちょ待って、これ。負けない、私は負けないわ、負けないね、負けないの。いい？誰？水切りしたわ多分ね、びちゃびちゃかな、まだね、ちょっとびちゃびちゃね、これね、びちゃ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 だから生肉なんダメなのよ。別に大丈夫よ。じゃあ簡単の手でやればいいでしょ、ほんと。ね？こうね、こうやって切ってあげる。ね？ペーパーで。でもこうピャッとね。ピッと。よし。もう全部入れて。ね？これでいいわ。OK。ね？こうね、手でこうやって。わかる？ね？反対の手でこっちでやるのよ。わかる？もう一個の手がある。ね？もう一個の手があるでしょ、みんなわかる？手があるでしょ、そうわかるでしょ、うんね、反対の手があるでしょ、あ待ってよしね、そうそう、反対の手があるんだからその手を使えばいいのよ、私たちはね。卵これ1週間前の卵大丈夫よ、1週間前の卵よ大丈夫よ、で牛乳よ、よしね、牛乳よ。OK。で、牛乳が大さじ1杯よ。で、パン粉。ね、パン粉よ。パン粉。で、パン粉が何？大さじ2杯よ。その、ほんと。大さじ2杯よ。OK。もう時間がないのよ。時間がないの。ね、皆さんもうほんと。で、大さじ2杯よ。今度よ。ね、何しましょう。今の何言って？あれ、おまじないよ。美味しくなるおまじない。TLC よ。ね、ほんと、よし、ね、TLC よ、よし、ほんと、よし、汚い、あんたら別に食わないでしょ、ほんと、食わないくせになんかあなた、ほんと、ね、ほんと、食うならまだしまんと、どうせ食わないくせにあんたら、よく言うわね、ほんと、食ってから文句言ってちょうだい、私のこと、あ、夏目具入れましょう、夏目具ね、夏目具いる？ね、夏目具にしよっか。ね、夏目ぐちゃん。どう？臭みを取るために夏目ぐ入れましょう。ね。臭みね。ね。ね。塩コショウもしないで。で、出た今の。出た？出たね。オッケーオッケー。
あ、こっち、カメラこっちだったわ。で、カメラどこと思った探した私ね、どこ行ったのみたいな。ほんと。ちょっと、ねえ、どこなの今言った。そうそう、ねえ。笑ったけど、どこ行ったのカメラと思ったよ、今一瞬。そうそう、ほんと。よし。オッケーね。よし。じゃあ、これでね。よし。ちょっと、形作りましょう。ちょっとシャバシャバだけど、まあいいわ。ね。ね。ちょっとシャバってるけど、まあまあまあ。焼いたらもうこっちのものよね。焼いたらこっちのものよ。うん。そうです、焼いたら OK。よし、OK。じゃあ焼きましょう。もう時間ないわ。パン粉入れた。パン粉でももうちょっと入れようかな。じゃパン粉少ないのかしらね。ね、もしかして。よし。パン粉が少ない可能性は、あるわね。もしかしたらね。うん。パン粉かもね。もう少しパン粉入れようかな。つなぎをね。入れるために。なんでパン粉いらないのよ。やっぱ水分をやっぱ吸収するためにやっぱパン粉がやっぱあった方がさ。そうそう。つなぎでやっぱね、ちゃんとしっかりとこうまとまるようにするためでしょ。ね？みんな。そうでしょ？このぐらいだね。ハンバーグね。ちょっとちっちゃい方がいいと思うのよ。ね。このぐらいの方がいいわね。ちょっと待って、あなた、弱火でいくわよ。油は油。あなたたち油知らない？油あった？ね。もういいのよ、これね。ね。もう、ドタバタクッキングよ。ね。ドタバタクッキング。ね。真ん中うるさいんだよ、ほんと。だよ、ほんと。ね。ほんと。え？ねえ、忙しいの、私。そう、チューリップよ。咲いたよね。チューリップの花がよ。ねえ、うん、私の股間にもチューリップがあるのよ。ねえ、うん、そう。皮を剥かずに見ていたらよ。ねえ、同じ形のチューリップよ。そうそうそう。わかった？うん。あるのよ。その同じチューリップが。あるのよ。オッケー。よいしょ。オッケー。オッケー。オッケー。で、蓋閉めましょう。ね。蓋閉めましょうよ。蓋閉めましょう。蓋を。ね。蓋どこ行ったの？蓋。蓋はね、これよ。蓋しましょう。ね。蓋。なんかちょっと焦げ臭い匂いするけど、まあまあまあ大丈夫ね。ちょ、水入れましょう、水。蒸しましょう。酸性。蒸した方が早いわね。蒸しましょう。そうね。蒸しましょう。いいね。蒸すわよ。蒸すわよ、蒸す子。ね。蒸す子よ。蒸す子。オッケー。よし。餃子みたいな感じで。ね。蒸す子。オッケー。よし。オッケー。で、次ね。次の工程行くわよ。よし。みんなもう時間がないから次の工程行くわよ、みんな。んでー。ハンバーグを焼いたら。あ、もう出来上がるよ、皆さん。これで完成よ。ソースできました。ソース。でもソースね、これね。もう一個ね、付け足すものがあるのよ、みんな。これ、こちら、ミートソースのこれ、ルーミックよ。これ入れてあげてほしいのよ。ね、ルーミック。これ大事よ。ルーミックよ。ね、ルーミック。これ入れると、いいみたいよ、皆さん。ルーミックね。これだけ、これで、近づくのよ。ね、その、モスバーガーの味に、すごく近づくのよ、皆さん。ほんとよ。そう、近づくの。ね。よし。ルーミックよ。ね。みんなも使うわね。そうよ。実はオレンジジュース、実は皆さん、失敗してね。実はオレンジジュースじゃない、人参ジュースなんだけど、人参ジュースじゃなくて、ミックスジュースを買っちゃったから、なんか、変な味するんだよね。だから、これ、ルーミックでごまかしましょう。ね、ちょっと味が変な味するから。ね。そうそう。これでごまかすわよ、みんな。いい？ちょっと。
そうよ。あ、コンソメいるわね、コンソメね。コンソメも入れましょう。ね、コンソメも。あ、コンソメあったかしら。ちょっとわかんないわね、とりあえず。よし。で、次が何、あなたたち。次はハンバーグひっくり返す、あたしひっくり返す、どうする。よっしゃ。え、よっしゃ。あちゃちゃあちゃちゃあちゃちゃあ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 綺麗ね。うん。あ、いいんじゃない、いいわよ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 。さあ、フライ返しが、これ、ちょっと弱いわね。いや、もうこれで。よし。はいはいはい。ね。はいはいはい。オッケー。なんか、もうあれだね。もう、わけわかんない、これ。よし。はい、オッケー。よし。ね。まあ、いいわよ。ね。オッケー、オッケー、よし。わけわかんないクッキングよ、ようこそね。わけわかんないクッキングようこそ。で、続きまして、みんな一緒、いい一緒に、みんなついてきてる、みんな来てるの、みんなついてきてるじゃん。どうしての、私のこのドタバタクッキングに付き合ってる人、みんなどうして、よし、どうしてる楽しんでる、みんな、ちょ、なんか今なこと楽しんでる、みんな。で、こちらよ、こちら、このこんないっぱい、あの、注文したらこんないっぱい来ちゃったのよ、これ。これ、こんないっぱいいらないのに、ほんと私、皆さん、こんなにいっぱい注文、わかる、これ、こんないっぱい来たわよ、ほんと。ねえ、なにこれ、こんないっぱい、こんないっぱいどうしろっていうのよ、これ。これもう、これ冷凍でいける？でもこれ冷凍して、これまた解凍したらこれまずいんだよね。わかる？これ美味しくないんだよね。そう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 。で、これを、チンします。チン。ね。チンします。オッケー、中村くんの唐揚げもないわよ。中村くんの唐揚げ結構ね、油がね、回ってて、やっぱあの、時間が経つとやっぱ油が回るのね。よし、ほんと。でもまあ、あの、美味しかったけどね。うん、唐揚げ、やっぱ唐揚げっていうのはやっぱ出来たてが食った方がいいですね。そう思います、やっぱりね。よし、これあの、オーブンでちょっとあの、少し色をつけていくって、少しチンしましょう。ちょっとチンした方が絶対ね、美味しいと思うのよ。てか、また5分でもできますよ、皆さんね。やっぱり、さすが私ですね、皆さんね。さすが私。やっぱ時間通りに、やっぱりね、こなすっていうことが一番、やっぱり、大事ですね、ほんと。そうそう。ねえ。こなしますね。やっぱこれちゃんとしっかりとね。そう、素晴らしいですね。あ、いいじゃないですか、いいんじゃないですか、うん。あ、いいんじゃないですか、うん。あ、いいんじゃないですかね。よいしょ。よいしょ。ちょっとなんかボロボロですけど。なんだろう、これね。結構なんかねちゃねちゃしてねちゃねちゃね、これね。よいしょ。うん。ハンバーグはじっくり大丈夫、もうチンするから、これも。大丈夫、大丈夫。チンしてもうごまかすから大丈夫よ、これ。ね、よし。そう。こういうのはチンしてごまかすの。よし。ね、チンよ、全部チン。ね、チン、チンよ。わかる？そうそう。チン、チンでごまかせばもう大丈夫なのよ。ほんと。ね、そう。全部チンよ。仕上げるのよ。わかった。あちゃー！うわっちゃー！ちょっと落ち着いて、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 もう落ち着いて、ひろき、ほんとひろき、落ち着いてちょうだい、
今日はなんかハプニングがいっぱいありすぎて、もう私疲れちゃったわ、ほんと。オッケー。あ、よし。落ち着いて。よし。アイテムちょうだい。みんな愛してるわ。ね、面白かったでしょ？ほんと。ね。こんなあんた面白い話ないわよ、ほんとあなた。え？ほんとに。そうでしょ？うん。そうだろ？ほんと。ねえ。こんなあんた面白い放送なんて、ないんだから。ほんと。ちょっと、失敗しちゃったよ、これ、ハンバーガーあんた。え？もういいや、もう。ごまかしましょう。これ、半分に切っても、ねえ、チンするわよ。これ、なんじゃこりゃ。ほんと。これ、なんなのこれ、一体。もういいや、もう全部チンしましょう、もう。ほら、もう。もう、この人、ほんと、もう。でも、ほら、もう、ハイナさん。ほんとめんどくさいね。あー、手が取れちゃった、もうほんと皆さん。あ、でも血止まってよかったわ。オッケー。よいしょ。ほんとにもう。よいしょ。よいしょ。オッケー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 。さ、皆さん、できましたー。できました。ね、皆さん。やっとできましたー。トッピングでーす。ねえ。ねえ、何が？お水いりません。何が？何あなた？本当誰よ？本当。そうそう。ねえ、本当よ。昔この役を見ていましたでも全然通用しないわよ。本当もう。本当。ねえ、そんなの。え？昔は昔よ。今は今よ。本当。ねえ、いるのよそういう人。昔この放送見ていましたみたいな。で久しぶりに来て出しゃばってもう無駄よ。あなたの居場所はもうないのよここには。そうそうそう、ほんと。そう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 、オッケー。ちょっとさあ、いい皆さん、そう、時は進んでるのよ。残念でした、ほんと。さあ皆さん、いいですか、とりあえずね。そうそう、さあじゃあ盛り付けましょうか。指ね、指ちょっと痛いけど、血が止まることを信じてるわ。まあ、でもほんのすぐ血止まらないよね。結構だいぶ深かったのかもしれないしね。まあ、大丈夫大丈夫よ。血ね。オッケーオッケー。止まらなかったら、ね、救急車呼ぼうかな。ね、ちょっと、そうそう。そうそう、可能しないと、そういいんだけどね。ほんと。ちょっと、呼んじゃうかもしれませんね、救急車。よいしょ。で、パンね、できました。これね、片面焼いたらもう片面やって、で、この上に、モスバーガーと同じ順番でこうやっていきます。皆さんね。で、バターをね、下に塗っていきます。ね、バターを下にね、バター下に塗っていきます。レタスなんか入ってるわけないでしょ、あなた。ほんと。なんでレタスが入ってるのよ。レタスはないでしょ、だって。モスバーガーに。あれ、バターはないわね。バターは、どこ行った？バターあったわ。ね。あ、トマトありますよ。チーズは入ってないわ、そんなの。あ、そう、トマトはあります。トマトね、OK。よいしょ。そうそう。いやー、これは、ドタバタコメディでしたけど、皆さん。いかがでしたか？ほんとね。こうね、こうやってあげる。ね。ちょっとこうね。指でね。こうね。こうやって。押してね、オッケーオッケー。よし、モスバーガーの人大変ね。こんなこと毎日やって、本当ね、大変だわ。なんかもうこんな風になっちゃったわ。このこれご覧な、これなんだこれ。これなんでしょうね、一体これね。これなんですか？これ一体。これはなんですか？本当。これは煮込みハンバーグですか？ねえ、煮込みハンバーグ？これは。これ何なんしょう？一体。これ何なんしょう？とりあえず。ねえ、これ何でしょうね、一体。じゃあ、これを、まず、ハンバーグ。まずね、ポンと、入れます。あ、いいじゃないですか、いいじゃないですか。いいじゃない、いいじゃないですか。いいじゃないですか。ねえ、マヨネーズ入れましょうか？ね、マヨネーズかな？マヨネーズです。マヨネーズが、あ、マヨネーズないのね。マヨネーズないバージョンにしようかな。
ダメ、うん、あったあった、これマヨネーズもらったのよ、リスナーさんから。あのサラちゃんがこの間行ったって、沖縄のねあれに行ったらしくて、ねえトースター、何言ってんのこの人、いった、ほんとねえ、もう今来た人はもう分かりませんから、もうねえ黙って見ててくださいね、ほんとね、分からねえんだから。でこのねマヨネーズね、ブチュ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 とかけますね。で次が何、次は何だい、あ、ここで生玉ねぎを、ここが生玉ねぎだわ皆さん、これね、なるほど、これがね、ここで生玉ねぎを入れると、あの水にさらしたやつここに入れるんだって、生のなんかその辛みを なくすためのやつだから、水にこうあの浸らしていたのね、これを。でそっからソースをこの上にかけると、なるほど、なるほどね、シャキシャキするためのやつか、ここに入れると。でモスのソースね、これこちらね、これをここに入れてあげるよいしょね、たっぷりとモスのソースをねかけてあげると、多かった、まあいいまあいいやね、まあいいや、まあいいじゃないの、よいしょね、でトマトね、トマト、よいしょ、まあまあいいじゃないの、まあ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 ね、まあ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 ね、まあいいじゃないの、待って待って、よし、大変、よしね、よし、はい止まった、はい止まった、よしね、止まった、で何、上に、で上にね、こう吸ったやつ、分厚いじゃないの、体にいいでしょねえ、体にいいじゃないのよ、ほんとねえ、ほら見てごらんなさい、よし、はいできたねえ、はい、皆さんね、モスバーガーの完成です。どうでしょうかねえ、あっ、ちょっと待って、よいしょね、できました。いや、いらないでしょ、チーズなんて。いる？チーズっているかな？チーズ、チーズ、スライスチーズ、チーズなんて入ってないよ。それあなたの言ってるのチーズバーガーでしょ？いや別にチーズバーガー今日作るつもりじゃなかったのよ。モスバーガーにチーズはないでしょ。チーズはないわ。そうごめんなさいね。ねえ。チーズバージョン、チーズバージョン食えばいいじゃないの、じゃあ、そんな風に言うんだったらもう、ねえ、今からチーズ買ってこいって言うの、私が。これあなた。ねえ。いや、皆さん、ドタバタクッキングでしたけど、皆さん、なんとかね、仕上がりました。このようにね、皆さん、まさかね、仕上がるなんて、思いもよりませんでしたけども、ねえ、なんとか、ねえ、すごかったね、ほんと。ねえ、すごかったわね、ほんと。ドタバタでした、ほんとに。食べましょう。いただきます。あ、待って。これやばくない？これ、ボトボトと。うん、おいしい、うん、おいしいですね、だいぶあのね、火がちゃんとしっかりと通っていますね、だいぶ、うん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 、あの食べづらいです、とても、うん、食べづらいです、ハンバーグがとても柔らかくて、あの口では全然全くキャッチできません、うんとね、ボロ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 って感じね、あとソースがあの変な味します、ソース、多分このソース変な味するのは
きっとあれですね、あのオレンジジュースじゃなくて、あ、じゃあ人参ジュースに入れない、人参ジュース入れないといけなかったのに、あのここだからこうなんていうの、ミックスジュースだっけ確か、これ野菜ジュースにこれ変えたことが一番これ原因ですね。こっちこれ、うんね、これですごく変な味がする、うん、野菜ジュースのあれですごく変な味がする、モスっぽくない味、なんだろうこれ一体、うん、ね、ここちょっと間違えなければいけます。あとあのハンバーグちょっともう少し固めにねすれば、うんうん、不思議な味がする、うん、でもまあ見た目がねモスだしいいでしょね、星はそうね、でもそうね、も星はお肉は美味しいからね、星もういりません、星は2つです、うん、ね、星は2つです、うん、ね、ほんと、うん、そう、あのご待って噛んだわよ、もうちょっと、ね、5個の評価で2つよね、うん、ね、ちょっとちゃんとミキサーでもうちょっとちゃんとしっかりとね、あの混ぜるべきよこれ、皆さんこれダメ、泥もうシャパシャパだもん、シャパシャパね、ダメダメ、うん、ね、ちゃんと混ぜないといけないね、しっかりと、うん、ね、ミキサーでね、そこら辺はもうちょっとドロドロにこれしたんよね、うん、そこミスよ、ミス、うん、そうそうそう、ボロボロこうやってこぼれるし、皆さんね、うん、何食べたらどっか行かないだよ、もうおしまい、ね、もうおしまいよ、うん、うん、うん、見なさいこの部屋を、今から掃除すんのよ、うん、ね、うん、そうでしょ、今からお掃除が始まるのよね、ほんと大変なの、お掃除も、あ、ちゃちゃ、イベントは あの明日からだわね、イベント明日から、皆さんね、明日って何、日付が変わって、え、明日、明日ね、明日です、うん、ね、見てね、明日ね、またね、皆さん、そう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 、だ200万ないっつうのよ、ほんとね、ないの、ほんとにあるわけないでしょ、なんであると思うのよ、証拠どこにあるのよね、そうでしょ、ほんと、あ、いいね、ありがとうございます、皆さんアイテムくださいね、最後アイテムくださいね、よろしく、プラプラだからっていいじゃん、だってもらったって、もらうぐらいのことしてるわよね、みんなもらうぐらいのレベルよ、わかる、私が例えばそれでね100万もらってるとしたって、それぐらいもらってもいいってみんな思ってると思うよ絶対、もし もしそれを持ってるんだったらよ、だってねえ、え、そのぐらいのことやってるってことよ、だから違うのだってねえ、対価があれでしょ、あるでしょ、あ、ハラミちゃんありがとうございます、パパンパンパンパパパンパンパンパパパンパンパ、どやさどやさどやさ、ありがとうございます、でしょ、だって他にもいるじゃないの、そんな変な人、あんなにもしなくても家でゴロゴロしてね、もらってる人とまた一緒にしてほしくないわよ、だって、あ、匿名さんありがとうございます、お疲れ様でした、お疲れ様でした、おやすみなさい。